アメデオ三世ディサボヤは、サボヤ博。モーリエンヌ博とアオスタ博を兼ねた。十字軍騎士というあだ名で知られる。フランス語名アメデ三世ドサボは、先代の博ウンベルト二世とブルゴーニュ博ギオム一世の娘ジゼルトの長男として生まれ、父の死後にサボイア博国を継承した。自負心の強い野心家として知られたアメデオ三世は、ブルゴーニュ博とロンバルディア公。 そして神聖ローマ帝国の教区司祭の請求者でもあった。彼はかつてブルグンと王が体感した歴史を持つセイモーリス修道院の再建を助けて修道院から修道院長の地位を得た。また自らも数多くの修道院や教会を領内に設立して宗教的権威を高めることに熱意を注いだ。領土面でも1128年にアルベなどの都市を占領して 古きシャブレーと呼ばれた地域を減衰するオサンモリッツを中心にした新しいシャブレーへと再編した。アルボン白領にも領土欲を見せ、最初の妻を早くに失った後にサボヤ家と古くから付き合いのあったアルボン白家のマファルトと結婚していながら、妻の兄を廃止させて領土併合を進めた。こうした野心的な行動が、 姉ア,アデルの夫であったフランス王類6世の激凛に触れて、一時はフランス王軍と戦争の危機にまで陥った。アメデーオ3世は、インジャピエールを仲介人にして、十字軍への参加を類4世に約束することで義兄の怒りを沈めた。1147年、第二回十字軍が開始されると、フランス王大使類とその妻、アリエノールダキテーヌの側近として戦争に参加した。 遠征の資金は、アメデオ三世を委員長にいただく聖モーリス、修道院の寄進によって賄われ、彼自身の家臣団や兵士も一体に加わっていた。アメデオ三世隊は、南イタリア各地を訪問した後、1147年後半に、ブリンディッシュからコンスタンティノープルへと渡った。アメデオ三世は、アナトリア半島でルイ7世と落ち合い、王大,大使軍の先方を務めた。 公軍中、フランス諸公軍は新生ローマ帝国諸公軍を全滅に追い込んだルームセルジュー区長軍に遭遇し、フランス諸公軍も壊滅的な損害を受けて敗走した。混乱の最中、アメデオ3世はルイ7世とアリエノールと共に残存兵を連れてアンティオキア公国へと逃げ延びた。その過程で、キプロス島において流行病を患ったアメデオは病に苦しめられ、 1148年4月にニコシア城で病没した。意外は十字軍騎士としてニコシアの聖堂に葬られ、サボイア本国では父の死に伴い、息子のウンベルト3世が即位した。数ヶ月後、ルイ7世はダマスクス攻撃に失敗して帰国し、第2次十字軍遠征は差したる勝利もなく終結した。 最初の妻との間に子はなく、二番目の妻マファルトの間に後継ぎを含む十人の子供を設けた。ありがとうございます。